渡辺道彦は KRY 山口放送所属のアナウンサー。山口県出身。高水高等学校卒業。立命館大学産業社会学部卒業。1981年に KRY 山口放送に入社。入社以来主にラジオ番組を中心に担当している。特に、金、土日用の番組の担当が多く、週末の声として親しまれている。 ロックへの造形も深く、音楽番組の担当も多い。かつては、山根幸夫とのコンビで、テレビラジオ両方で放送されたロック専門番組、金夜は、ロック座を担当し、同番組の流れを組むラジオ番組、ジャンキーストリートを担当していた。大の広島東洋カープファンであり、番組内で、しばしば言及される。野球ファンとしても知られる。 タレントの松村邦広と親交があり、全国ラジオでたびたび、渡辺との交流を話していた。かつてクライのアナウンサーページの日記は、アナウンサーの中では、更新率、他のアナウンサーを撮影し自分のブログに載せている頻度が、クライのアナウンサー中では一番高い。また、他のアナウンサーのブログ内の写真にもしばしば、映り込んでいた。 担当のラジオ番組の中でこれを明かしているが、曰く、それが、渡辺のユニークさ、というものらしい。実家は代々勘主の家系である。ありがとうございます。